さんこんばんは、エルカチャンネルのジョーです。ちょっと前に届いて紹介したライトをつけてます。ちょっと夜なので、あんまり大きな声が出せませんので、そうですね、顔映ってる、映ってるね、ということで、今日はこのライトをつけて、ちょっと車のヘッドライトバルブを変えたいと思います。今 LED のヘッドライトバルブをつけてるんですが、正直言って暗いです。 HID にしてた時の日ではないので、正直ちょっと運転しててこれついてるのかって思います。後ろの車のヘッドライトで前が見えてるような感じだったりします。今がだいたい6000ケルビンぐらいの明るさなんですが、正直言って白っぽくてちょっと見づらいので、今回はハロゲンバルブをつけたいと思います。現状がこんな感じです。外から見る分には明るく見えてはいるんですが、運転している時は全然です。ということで今回はライトをちょっと変えてみたいと思います。はい、それではちょっと変えていきたいと思います。それで今回使うヘッドライトバルブなんですが、こちらです。あるかな。そうです、色を、落として黄色にしてみたいと思います。あとついでなんですが、もう一個、イルミネーションをつけたいと思います。
では今、ライトヘッドライトバルブも交換しましたので、今点つけてみました。壁に当てると、明るくは見えるんですが、実際走ってみないとわからないので、ちょっとこの後、周りをちょっと走ってこようかなと思います。で、ヘッドライトがこんな感じになりました。色が分かりますかね。ちょっと分かりづらいですね。それと、言っていたイルミネーションなんですが、分かりますかね。フロントグリルのところが光っているの。よいしょ。ちょっと分かりづらいですね。さあこれでどうでしょうか。動いてるのはなんとなく分かるとは思うんですが、ちょっとライトの照明消してみたいと思います。どうでしょうか。こんな感じになってます。はい、今ちょっと近所を走ってます。ちょっと色がオレンジっていうことで分かりやすいかなとは思います。やっぱりちょっと白だとですね、いつもちょっとあれこれついてるのかな、どうなのかなって思ってたんですけど、ちょっと色がついてる分は分かりやすいですね。言っても純正の色と変わんないかなぐらいですね。